り場ってことでやってきました。鶴町4丁目、ここまで乗ってくる人は少ないみたいですね。今この赤いところらへんかな、ちょうどもう端っこの方なんで、途中の2丁目3、2丁目とかで降りてく人が多かったのかな。それまでのところもなんかぼちぼちと降りてきながらって感じでしたね。ここまで乗ってきてるのは私だけでしたね。こっちの先は特に何もなさそうなのかな。で、一応こっからさらにどっかに乗れるのかわかんないけど、大阪港の方に行けるバスもあるみたいなんで、もうどっかに乗るのかも何もわからん。奥は奥はどん付きなの。そこで俺曲がって、そこが公園になったのか。へー、パーク店舗か。途中なんかいろいろ居酒屋みたいなところとか、串カツ屋とか、と、まあやっぱ粉もん屋さんが各バス停にあるって感じでしたね。そのあたりはさすが大阪ですね。で、あ、ここが バスのあれになっとんのや。なるほどな。乗り場はこっちにはないのか。どっちや。待っとるよな。反対側か。さっきあれか、バスが出てたところが乗り場。他にはないよね。結構いろんな行き先があるみたいやけど。あ、こんにちは。仕事店舗。まあ、次々とバスは帰ってくるんですね。で、こっから、こっちの奥、こっちの奥の方にいろいろとある感じみたいですね。こっちもちょっといろいろあるのかな。うん。そっちが、でかい橋がある。で、この橋渡って北側の方に行くと、大阪港とかがある感じなのかな。さっぱり分かってないですからね。渡っててもらわなかんやから、ゴミの回収か。あ、そう、大阪は各軒先にとこ出してきますもんね。なんか前も違って言った気がするけど、独特ですよね。この出し方って名古屋と大阪、名古屋市と大阪市では見かけるけど、他で見たことないもんな。あ、で、ちょっと安全があるんだ。途中、銭湯なんか張りましたもんね。
とした町風情もある感じなんでしょうね。道道前千代崎、あれはダメなんだよな。道前いかんせんバスが頻繁に来るんで、アフェノーバーしやとあかんな。アフェノーバーしやとあかんよな。ちゃうな。これや。あれ？ねえな。こういう時はね、ナビで調べりゃいいんですよ。現在地から72系と本邦団地。これか。12時。これ47分ねとか行った後か。そうやな。ちょっと大阪っぽい。次。じゃ、まあ12時49分。12時。あ、ちょうど減るところか。次26分か。ああ。これはちょっと本数少ないんや。オッケー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 。あと30分あるか。30分あるんやったら、3丁目とか南公園のあたりまでちょっと歩いてみるか。